サイレンスの軍団がジェラルドたちを攻めてる間、私たちは私だけが知る裏口からこっそり忍び込む。サイレンスとあのゼニスの連中が潰し合っている隙にベータとガイアを奪還する。本気で力になりたいのよ。まあ断る選択肢がないからな。私のフォーカス、お前は一体どうやって見つけた？ジェラルドはハデスの試験場であなたのことを邪魔な存在とみなしたけれど、私にとっては大発見だったわ。あなたが見事にやってのけたあの逃走劇の後、ジェラルドたちはあなたが死んだと判断したけど、私は違った。隙を見て試験場に戻り、あなたが痕跡を残してないか探したの。その時見つけたのがこれ。修理は大変だったけど直す価値はあった。あなたの人生はそう、まるで擦り切れたキャンバスに彩られた色そのもの。かつてのリズのようよ。仲間にも見せたのか？まさか。あなたを見たからこそ彼らと戦おうと思ったの。私がこの中身を見ていなければ、あなたはあの機械炉で救われることもなく無残に死んでたわ。だから感謝しろと。好きにして。私はお前のことを知らない。何一つ。何が知りたいの？例えば地球にいた時のこと。私が8つの時、テロリストが町を水没させた。何千人もが溺れ死んだ。私は数少ない生き残り。その後は全寮制の学校へ。周りからも浮いた存在で、仲間外れのみなしごだったわ。自分じゃどうにもできないことばかり。似た者同士ってことか。そうね。あなたは異端児でありながらも突き進んできた。私もそう。惨めな状況から抜け出して知恵を使って財産を築いたの。芸術作品の技術分析と贋作の判定が始まりだったわ。当時は有益な技術でね。やがて開発したソフトウェアが対諜報活動で進化を発揮したの。それからすぐに私は極めて貴重な情報を自分で集めるようになったわ。スパイだったのか？情報を得るためのサービスを提供していたってとこね。当然自分を守るために素性は隠したままだった。それにもかかわらずファーゼニスはいとも簡単に私を見つけた。ファーゼニスが接触してきたのか？彼らの描く人類の未来はまさに理想的だった。病気や死の恐怖が存在せず、宇宙の最果てまで探索し繁栄する世界。あの時はまだ知らなかったのよ。その未来が金持ちと権力者たちのものだって。ようやく気づいた時には地球を食い荒らすファロの機械がそこまで迫っていた。だから私はファーゼニスの申し出を受け入れ、オデッセイに乗ったの。リズにも来てほしかった。
でも彼女にはもっと崇高な計画が。手遅れになるまでゼニスがケダモノだと気づかなかったのか。何人かがそうなのは知っていたわ。でも彼らの強欲な本性に気づいたのは地球を経ってからだった。生きているだけありがたかったけど、他の人たちは不老不死の概念に執着していったの。そして彼らは機械に全ての世話をさせて、どんな記憶や空想も仮想空間で際限なく味わえるコロニーを建設した。それはもう生きるというよりも夢に酔っている状態よ。時が経つほどに私はまた孤独を味わい、それでもなお自分の過ちと向き合った。そうしてあなたと出会い、やり直そうと思ったの。どうやって？あなたを助け、リズの夢を叶えるのよ。ファーゼニスの最初のビジョンと似てはいるけれど、人類のより良い未来のため。ベータに危険はないと言ってたが、ゼニスは何をさせてるんだ？作業をさせてる。ヘファイストスとガイアの融合。困難で時間のかかる作業よ。無理強いされることはあっても命は保証されてる。彼女にしかできないから。お前たちはベータをただの道具にした。彼女をそうしたのはジェラルドよ。彼女を思いやる素振りを見せようものなら疑いの眼差しを向けられたわ。だからデータチャンネルを作ったの。気兼ねなく話せる仮想空間をね。ベータと共有していたこのチャンネルにゼニスは一切気づかなかったのか。ジェラルドは誰よりも賢いつもりでいるの。千年経っても私が彼を出し抜けるとは思ってないのよ。あのチャンネルは彼らに疑われず、ベータと交流できる空間だった。そこでならありのままでいられたの。でもお前は接触を絶った。そうよ、辛かったわ。でも会い続ければ彼女をもっと苦しめることになると思ったの。お前に見捨てられたと思ってたぞ。ああしなければあの子は罰せられていたわ。友情というぬくもりは失っても身の安全は確保できた。ひどいと思うかもしれないけど、私にとっては常に彼女の健康が最優先なの。なぜここをデータチャンネルに選んだんだ？この家はどんな嵐にも耐えられる避難場所として建てたの。私だけじゃなく、下に保管されている芸術作品のために。計り知れない価値を持つ文化遺産よ。芸術とはまさに文明の象徴といえるものだから。ベータにも見せたのか？ええ、機械だらけの冷たい環境で育ったから。フェルメールやレンブラントの作品に触れれば得るものがあるだろうと思ったの。彼女に叩き込まれた科学データのように価値のある遺産だから。連絡は絶ってしまったけれど、ここを共有したことは後悔していない。彼女には必要な場所だったはずよ。そりゃあもうずっと兵器扱いされてるやね。えぐらいないとな。娯楽がないもんな。行くあてがないから地球へ戻ったって。そうよ、シリウス星系の惑星に新しい故郷を作り上げたの。それこそ何十年もかけてね。そこでは身体的制約も生死を分ける境もない。無限大の可能性が広がっていた。理想郷を作れたかも。でも私たちは歩みを止め、ぬるま湯の中で仮想空間に飲まれていった。大変動が起きてようやく放心状態から抜け出せた。大変動？大規模な地殻変動よ。惑星の核が不安定なのを甘く見すぎていたのに、はは、惑星の崩壊はもう避けられなかった。
船にたどり着けたのはわずか。そうして私たちは唯一の希望、地球を目指したのよ。自分たち以外は死んでも構わないんだろ。ジェラルドはそうでしょうね。キャンバスの汚れを拭うよりも張り替えた方が簡単だと思ってる。原始的な部族も戦闘型機械も消えれば、ここを自分の好き勝手にできるんだってね。でも阻止できるわ。あの基地に侵入できれば。どうやってゼニスの基地に侵入するんだ。8歳の時から出口を確認する癖がついててね。出口から侵入するのよ。古代の土台部とジェラルドの建てた新しい建物の接合部に私だけが通れる通路がある。サイレンスが基地への攻撃命令を出したら、私たちは戦闘を避けてこのバックドアから侵入し、激しい戦闘の混乱に乗じてベータとガイアを救出する。なるほど。ベータとガイアは基地のどこにいるんだ。ここコマンドセンターよ。私たちが着く頃にはガイアがヘファイストスを含む全ての副次機能を取り戻しているはず。船にあるアポロのアルファビルドは？他を片付けてから回収すればいいわ。全てが揃えば世界をあるべき姿に戻せるはずよ。希望はあっていいんですけどね。サイレンスの計画をどこで知った？私スパイウェアには詳しいのよ。フォーカスをハックしたのか？いえ、彼はとても用心深い人。でも彼の取り巻きはそうでもないみたい。プロメテウスの民と名付けられた部隊もフォーカスを持っていたの。レガーラの部隊か。フォーカスを通じて彼の計画はほぼつかめた。すごい。ナークスの逆賊への武器の提供、オーバーライドの指導、そしてレガーラに基地を攻撃させる密約。でも奴はシールドを破る武器をどうやって作ったんだ。それだけは分からなかったけれど、どうやったにせよ使い物にはなりそう。軍団とその新兵器があれば彼はおそらく勝てるでしょうね。だからこそとても気の毒。なぜ気の毒なんだろうか。レガーラはヘカールを殺してカージャと戦いたいだけだ。なぜゼニスを攻撃する？戦うためにはそうするしかない。オーバーライドの力がなければ反乱は砂漠でついえていた。ヘカーロを倒す機械の軍団、プロメテウスの民を得る代わりに基地の攻撃を約束した。プライドが高いからゼニス相手に戦っても生き残れると思ってる。プロメテウスの民はレガーラに従っているわけではないのにね。ただ切れ者のサイレンスもあなたのことは甘く見てるみたい。だからこそその隙をつけばベータとガイアを奪還できるはず。大勢のテナークスを犠牲にしてか。そうそう、これが聞きたかったんですよ。エリザベトを知ってたのか？どんな人だった？リズはまさに今のあなたそのものよ。あなたのその想像力と強い意志、それに倫理観、あなたはリズの一番の資質を受け継いでるのよ。私のことは聞いていない。エリザベトはどんな人だったんだ？正直言うとね、私にもよくわからないの。長いこと一緒にいたけど、彼女は心の一部を閉ざしてた。出会った時からそうだったわ。つまりエリザベトに会った時、彼女はよそよそしかったのか？違うわ、そういう意味じゃない。パリで開かれた機械学習のサミットであったの。 AI 規制が始まった頃で、
当時はそれはもうセンシティブな議題だったんだけど、そこでリズが基調講演をしたの。彼女はすでに環境再生の自動化研究の第一人者になっていたけど、講演で彼女は次のステップについての構想を語った。プログラムに縛られない AI 駆動のシステムについてね。しかも影響の及ぶ様々な範囲に責任を持たせ、自ら考え命を守る。とても革新的で魅了されたわ。ずっと会いたいと思っていたから。彼女の講演終わりを待った。でもあんなに堂々と講演していたのに、逃げるように退席したの。自分のファンに囲まれるのがきっと嫌だったのね。講演をしなければよかったとさえ思ったかも。迷惑かけたくないし、話しかけるのはやめにした。そうだね。だったらその後どうやって話せたんだ。タイミングを狙ったわ。次の日の朝、彼女がコーヒーを飲み終わって会議に戻ってきた時、リフレッシュした彼女はまるで同業者からの質問攻めに備えているようだった。一緒に歩きながら彼女の講演について確信をつくような質問をしたの。実際はとんだ的外れだったけど、あの時彼女は昔の知り合いみたいに話してくれた。でも会話の途中で彼女が知ってるってことに気づいたの。私が何者かってことをね。結構ショックだったわ。私のビジネスは影の取引で、素性を隠すよう相当苦心してきたんだから。リズはいつも私より一枚上手だった。この出会いから関係性は変わってないわ。私のことは何もかも見透かされてる感じ。すごくわかる。今度はヘカーロとテナークス、お前の計画じゃ部族が滅んでしまう。他に方法は？そうは言っても今は絶望的な状況なのよ。皆を救う方法など存在しない。ゼロドーンだってそう。エリザベトが犠牲になった。新しい世界には犠牲がつきものなの。本質を見極めるんだ。そうだ、データチャンネルはまだ生きているんだろう。チャンネルを開いてくれ。ベータと話がしたい。そんなことすれば見つかってしまう。危険は承知だ。テナークスが死なずに済むかもしれない。でも見つかれば私たちが手を貸すんだろう。開け。何をされてるんだ。仮想現実からの乖離。ヘファイストスの手動融合は気の遠くなるような作業を何時間も続けなきゃならない。彼女が拒むようなら孤独や絶望が誘発される仕組みになっている。ベータ聞こえるか。生きてたの？監視されてる。だからあまり長くつないでいられないの。
ベータ、私を見ろ。私が必ず助けに行く。いいな。だからもう少しだけ融合作業を続けてくれ。連絡するまで持ちこたえろ。できるか。あなたが助けに来てくれるなら何だって耐えられる。それで言われた通りにしたけど、どういう計画なのか教えてくれない？サイレンスから軍団を取り上げる。彼らはシールドを破る武器さえあれば必要ない。彼にお願いをすれば手に入るとでも？レガーラの軍団を失えば協力するさ。他に道はないからな。あなた何する気？ベータに何て言ったの？それは妹との秘密だ。サイレンスは協力せざるを得なくなる。詳しくは後だ。その前にやらなきゃならないことがある。へえ、やらなきゃならないこと？なんだろう、楽しみだな。埋葬する。それが終わったらベータがくれたオーバーライドでレガーラの逆賊を止める。空からな。ああ、これで飛べるようになるわけだ。待って、自分のやり方を突き通すみたいだから、どうせなら派手に登場できる方法を教えてあげてもいいわよ。ホルス級タイタンには今でも兵器として電磁エネルギーセルが積まれている。それをレガーラの軍に使えば一泡吹かせられる。あなたはすべきことをして、サイレンスを引き入れたら私もあなたの拠点へ向かうわ。必ず引き入れる。エレンド、いるのか？アーロイ、本当にお前なのか？ああ、私だ。みんなはどこに？どこって、全員拠点に戻ってる。何があった？直接説明した方がいいかも。拠点に戻ったら話すよ。分かった。じゃあここで待ってるぞ。また声を聞けてよかった。さあ、というわけでございまして、このクエスト行ってみましょうかね。メインクエスト、天の翼、これを待ってたんですよ。これいくつかのクエストが天の翼が完了するまで進行不可っていうものがあったので、多分ね、空が飛べるか飛べないかなんですよ。これが必要だったんですよ。アーロイはレガーラの反乱を終わらせ、ゼニスを倒し、ベータとガイアを救出するための計画を立てた。しかし今は仲間と合流し、大切な友を弔う時だろうということで、バールがね、死んじゃったからね、バールの魂を送ってはやらないと。よし、やられたら敵を撃つものだ、当然だろ。はい、こっちはちゃんと仲間を弔いたいんだよ。レガーラは民を皆殺しにする気で、しかもベータとガイアも奪われた。ここでメソメソしている場合じゃないだろう。その通りよ、戦わなきゃ。そうかい、じゃあどうすんだ。真っ向勝負を挑むってか。でも相手はゼニスでしょ。どうしろっていうの？みんな捨て身でかかれってこと？そんなところだ。そう、
連絡が途絶えた後、みんなでジェミニに向かったの。アロイ、バールのフォーカスの記録にはあのゼニスのエリックが、ヘファイストスが追跡されてて、ジェミニに閉じ込めた時も全部バレてた。バールが必死に抵抗したけど、ベータもガイアも奪われた。私もアルゼニスが仲間を裏切っていなかったら死んでいた。アルゼニス、まあ、あなたは死なずに済んだ。これからどうするの？ゼニスを打ち負かしてベータとガイアを取り返す。その前にレガーラを止めないと。ほう。ジェミニでベータからあるものを受け取った。下準備が必要だけど、それがあれば争いを終わらせられるかも。噂だとレガーラは樹海に総攻撃をかけるつもりらしい。俺も樹海に行かねば。ああ、行ってヘカーロを守れ。空から目を離すなよ。天のごとき力を。他のみんなは自分の武器の強化をしたり補給をするのならば今だぞ。いずれゼニスとも戦うことになる。分かったわ、アーロイ。準備できたら東口の外に来て、二人きりで話がしたい。闇のただ中にあっても、あなたの炎が私たちを導く。一応確認だ。ゼニスの野郎どもに一発食らわせられるんだよね。みんなでな。よっしゃ。ゾウが話があるって言っていたし、行ってみよう。降ってきたか。空気が湿ってたからな。アロイ、ここ。こんな場所いつ作ったんだ。よく二人で庭の手入れをしたの。気晴らしに来ることもあれば、ただ日の出を眺めたり、彼と一緒にね。だから彼が眠るなら、ここが一番ふさわしいと思ったの。ここからなら歌の平原を見渡せる。遥か東のノラの聖なる地もね。あいつも喜ぶ。よく妹の話をしてた、バーラ。彼女はよく自分の好きな金色の花を集めては槍に言ったって。母親に無駄だと言われたけど、聞かなかったって。いかにもバーラっぽいな。苦労したけど、その花を見つけてね。種を集めたの。緑の木が枯れたとて、必ずや種芽吹く。死は命を生む。大地と共に。私たちと共に。子供ができたの。マジか。ジェミニから戻ったら伝えるつもりだった。いつかここへ子供を連れてくるわ。花に囲まれながら
日の出を見るの。バールな。結局言えなかった。ありがとうって。人格者だったからな、あいつ。バールは何度も救ってくれたはずなのに。私を見捨てることなく、きっと伝わってる。さよならバール。二人のことは任せて。また立ち寄れるときに来るよ。今はまず製造ターミナルに行って槍に新しいオーバーライドをインストールしないと。それでサンウィングに行ってレガーラのドブモを抜いてやるとしよう。これだ。オーバーライドはインストールした。サンウィングを見つけないと。確か山頂の巣に何匹かいたはずだ。後で装備の手入れをする。いるかい？だね、いるね。よし、サンウィングがいるぞ。静かに近づかないと。お、やった。マジか。ついに空中制しちゃったよ。何これ。矢尻の手、村全体が見渡せる。レガーラを止めた後に行ってみてもいいかもな。ティルダか、飛べたぞ。そしたらホルスタイタンの一つからエネルギーセルを回収して。でもまずパルスを送ってセルを起動させないと。必要なソフトウェアは送ったわ。パルスを送るにはあなたたちがトールネックと呼ぶ通信機械をオーバーライドすればいい。ちょうど砂漠の真ん中に一体いるわ。わかった。あれだ、すごい。え、降りるときどうすんの。楽しい。あー、そういうすごい、かっちょいい。
ティルダ、トールネックはオーバーライドした。ならもうエネルギーセルは起動してる。ホルスから一つ抜き取って、そこなら北西のホルスが一番近い。セルをレガーラの機械に落とせば大騒ぎになるから。手助けありがとう。力になると言ったでしょう。エネルギーセルだ。タイタンの背中にある。セルを手に入れた。樹海に向かおう。トールネックのパルスで他のエネルギーセルも起動したはずだ。ホルスからいつでも回収できるんだったら、レガーラを止めた後でも使えそうだな。これ待たすか。レガーラは突破した。ペカーラも直に死ぬ。終わりだ。どうし、急いで落とさないと。行くぞ。機械だけがやられるのか。電磁パルスだから。あれはアーロイだ。天の翼で飛んでいる。反撃の時だ。押し返せ。いやー、心理的効果あるんだろうなこれ。かっこいい。おしまいだヘカール。ひざまずけ。私を殺さなかったことを死んで後悔するがいい。全滅です。機械が全てやられました。何、バカを言うな。レガーラ、もう終わりだ。決着をつけるぞ。一騎打ちで。機械に乗っておいて何を偉そうに。ただ気を引きたかっただけだ。お前を倒すのに助けはいらない。いいだろう。挑戦を受けてやる。まずは貴様を始末し、残りの者も皆殺しにしてやる。そうはさせない。決闘の時だ。邪魔は許さん。平和は長続きしないか。なに、次にヘッカー。おいおい、いや強いね。さすが族長だけのことがある。
違う、そういうつもりなら。恥さらしめ。向こうもいっぱい持ってんな、アイテム。さあ、広いところで。ここで決着をつけてやる。ああ、かかってこい。今ここで死ね。おうおう、伸びるね、伸びる伸びる。その編み込み頭を切り離してやる。これで終わりじゃ。聖なる血を貴様の血で染めてやる。外した。よっしゃ。お前はやりすぎたんだよ。またこのざまか。ごますりと腰抜けどもの前でひざまずくなど。さあやれ、殺すがいい。口を慎むんだな、裏切り者め。天の翼で大空を駆け抜け、決闘に勝利したのはお前だ。どうするかはお前次第。一度は生かしたが、その結果がこの有様だ。誰よりも優れた勇士だった。無念だ。危険人物ではあるが、それこそ今必要なのかも。カシ抜けがこの後に及んで何をこそこそ企んでいる。生かすか殺すかを。お前の罪を許すわけじゃないが、これからの戦いは私たちの想像を絶する相手に挑むことになる。命を懸けて戦える戦士たちが必要なんだ。貴様の慈悲などいらん。これは慈悲じゃない。これから挑む戦いで地獄を見ることになる。
戦士として死ぬわけか。なるほど。私の血をお前に捧げよう。拠点で待っていろ。歌の平原の近くだ。こいつを一人で行かせる気か。誰も見張りをつけずに。見張りなど不要だ。逃げはしない。安心しろ。だといいけどな。大丈夫かな。本当に玉座の前を急ぎよう。あなたもよ。どうした。あ、プロメテウスの民だ。樹海の外で投降したものです。デガーラを倒せし流れ者に緊急の知らせがあると。どうした、述べよ。知らせを持ってきました。彼女のみに渡せと。席を外してくれるか。絶対サイレンスやん。みな外へ。そのものは捕らえておけ。拠点で待ってるぞ。部族は救われた。私もお前の力になろう。いや、レガーラは消えた。今ならお前の夢見た世界にできる。そっちが先決だ。ではせめてこれを受け取ってくれ。戦いのための鎧だ。お前を守ってくれる。ありがとう。さあ、何を喋りますかね。自分が何をしたか分かっているのか。やっとお出ましか、サイレンス。戦いに勝利したようだな。テナクスの命運は救われたが、同時に地球の命運は尽きてしまったようだ。そうか。ゼニスを倒すのに軍団はいらない。まったく、まだ敵の恐ろしさを理解できないのか。隠れてばかりのお前よりは分かってるよ。お前には考えもつかない作戦がある。続けろ。いや、今回は私に従ってもらう。会って話すぞ。お前の新兵器を持ってこい。私が受け入れるとでも。そうしなければゼニスを倒してアポロのコピーを手に入れることはできないぞ。分かったら拠点に来い。歌の平原の西だ。もういい加減諦めるんだな、サイレンス。おとなしく私の言うことに従え。遅れるなよ。かっこいい。ティルダ、いるか。サイレンスを引き入れたぞ。拠点に来てくれ。さすがね。すぐ拠点に向かうわ。空も飛べるし、戻る前に他の用事を済ませるか。あれ、アロイ、ドラッカじゃねえか。この仕方を分かってるとは思ってたが、驚いたぜ。まさかここで会うとはな。代々語り継がれる戦いに砂漠の一派の司令がいないとなりゃ、今後の示しがつかないだろう。俺なら間違いなくレガーラを殺してたが、ヤクゾクが刺激してたトレマロスに文句は言えない。もしあれを倒せたらどんな気分だろう。苦しみの最中、天の翼が導いてくださった。ジェタッカ。私は天の生まれ変わりじゃない、ジェタッカ。そうかもしれん。だがそなたにはまた借りができた。それに乗ってるヤクゾクがいるでしょうか。ああ、いやでも結構知り合いが。ああ
それはアーロイ、また偉業を成し遂げたのですね。ですがその目から察するにまだ終わっていないようですが。まだだ。俺たちも手伝うよ、借りがあるし。これまでの経験を生かしてヘカーロと一緒に平和を築いていくといい。テナークスの平和だけじゃなく、カージャとの平和も。わかった、約束だ。我が命尽きるまで部族であなたの功績を語り続けましょう。みんな知ってる顔がいっぱいだ。あのアテッカ、来てくれると思ったよ。もちろんです。沼地の民もみんな立ち上がりました。樹海を制したヘカーロのように我らも勝利した。族長もあの時と同じ目をしている。希望は蘇った。彼の理想の勝利です。これからもお前の助けがいるはずだ。心配は無用です。心からの感謝を、アーロイ。なるほどね。